皆さん、ジャパンルネサンスにようこそ。本チャンネルは日本文化再興を目的とした放送番組です。この頃、がんにかかる人が身の回りで多くなった。一人は近所の人で、胃がん、発見が遅く、転移がすでに見られ、手術ができない状態だそうである。自覚症状はあったが、病院に行き詰まりであって、それが発見の遅れにつながった。もう一人は職場の人で、近頃食が細くなったとこぼしていた。そしたら一昨日職場を訪れ、大腸がんのため職場を離れるとのことであった。腹水が溜まっていること、体が細く体力がないので、当分は持病をつけてから手術を受けるとのことであった。どちらも70代なのに、すでに死に直面している。もう1年近く前になるが、学友が白血病で死んだ。何か我々団塊世代の人は長生きできないのではないか。戦前生まれの人たちは80を超えても学者として趣味に興じて死んでいた。我々の世代は寂しいことだが、貯金も少ない人が多く、家族友達にも恵まれず、寂しく死んでいく。それも癌死で。何か現代社会の縮図を見るようである。やはり我々の世代は高度成長の中、いろいろな加工食品、食品添加物を取り、戦前の地域直結型の食べ物を取る機会を失う一方、農産品も人工飼料、殺虫剤、除草剤など増産のために質を犠牲にした食品が多くなり、自然のままの食品は手に入れるのが難しくなっていった。また魚から肉、米からパンに食生活が変わり、養殖化することによって西欧のようにがんの罹患率が増えてしまったと言えるのかもしれない。こうした戦前の食習慣が戦後のアメリカ化によって変化し、それがこうしたがん死の増加、それも消化器系のがんおよび乳がんの増加を招いたのではないだろうか。もちろん日本人の寿命が伸びて、今まで発症しなかったがんが発症するほどに寿命が伸びた点も挙げられよう。しかしそれだけでは説明がつかない。なぜなら戦前生まれの方々がこの寿命延長の主要因であるからだ。だから団塊の世代が死ぬ頃には逆に寿命が大きく縮まっているかもしれない。やはり今から遅くでもないから、がんの危険性が大きい養殖、すなわちパン、ミルク、チーズ、卵、牛肉、豚肉、鶏肉などの摂取をなるべく控えて、菓子類、砂糖類もやめ、汚染された野菜、果物を食べないようにする。要するに加工されていない食べ物を摂取することを心がける。また運動や朝食に励んで体をスリムに保つことも重要である。がんは現在の飽食の時代に生まれたあだばなではないだろうか。我々よくよく反省して食習慣を見直して、特に若い方々はマクドナルドなど米国来産はいい加減にして、足元を見るだけの賢さを取り戻してほしいものである。それではまた会う日まで、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いいたします。